今回は連立方程式の解き方、加減法について学習していきましょう。すると、一つ目の式は 6x プラス 4y イコール16。すると、一つ目の式は 6x プラス 4y イコール16。二つ目の式は 6x プラス 15y イコール27となります。そして、得られた式を引くと、マイナス 11y イコールマイナス11となり、y イコール1という答えが出てきます。この答えを一つ目の式に代入すると、3x プラス 2×1 イコール8となり、x イコール2となります。そして答えは、x イコール2、y イコール1となります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して答え合わせをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。答えはこのようになります。正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいをしましょう。まず、x か y の係数に合わせましょう。今回は、x の係数を合わせるために、1つ目の式を2倍、2つ目の式を3倍にします。すると、1つ目の式は、6x プラス 4y イコール16。2つ目の式は、6x プラス 15y イコール27となります。そして、得られた式を引くと、マイナス 11y イコールマイナス11となり、y イコール1という答えが出てきます。この答えを一つ目の式に代入すると、3x プラス 2×1 イコール8となり、x イコール2となります。x イコール2、y イコール1となります。これで今回の学習を終わります。